こんばんは。今回は、うちの花粉している熱帯スイレンがいい感じに咲いていたので動画にしました。ただただ綺麗に咲いている熱帯スイレンを見るだけの動画ですが、よかったら見てください。こちらは、フィルターなしで、花粉だけしている、30センチキューブ水槽ですね。ライトは LED ライトを一応2灯使ってます。1灯は30センチ用で、もう1灯は90センチ用のやつを60センチと半分で使ってます。こんな感じに2輪咲きしていました。奥にもう1個つぼみがあるので、明日あたりに3輪咲きしてくれるんじゃないかなって感じで見てました。こちらの30センチキューブはですね、ティナがメインではなくて、タイニムファっていう、夜咲きの熱帯スイレンをメインで育ててます。タイニムファは主にアクアリウムの水草として使われてるんですけど、ビオトープとかで使うと意外と花が咲いてくれます。あ、これですね。このポットに植え付けてあるのがタイニムファですね。先週かな、ちょっと大きくなりすぎたので株分けして植え替えました。こんな感じで結構浮き葉が出てます。本来はアクアリウムで使う水草です。あ、これが、去年我が家で咲いたタイニムファの花です。こう真夜中にですね、このショッキングピンクの花を咲かせて、すごい綺麗なんですよね。神秘的で、夜中に咲くスイレンってちょっとすごくないですか。でこちらが翌日ですね。翌日の先ほどの30センチキューブの熱帯スイレンの様子です。まあ、タイニムファは相変わらずですけど、さあもう一輪咲いてるかなって感じで覗いてます。あ、こんな感じでライトは2灯つけてます。まあ1灯でも直射日光結構当たるんで全然大丈夫だと思うんですけどね。まあ余ってたんで2灯使ってます。さあ咲いてるかどうか、ちょっと上から見えてますね。でこんな感じでなかなかいい感じですよね。あ、これはちなみにティナなんですけど、熱帯スイレンのいい感じで3輪同時咲きです。まさかね、こんな室内でこの30センチっていうちっちゃい水槽の中で3輪も咲いてくれて、ちょっと嬉しいですよね。色もやっぱすごい綺麗ですよね。この濃い紫っていうか、青っぽくはないか、紫ですね。でさらにもう1個つぼみがこの下にも出てるんで、まあ4輪咲きは無理ですけど、すごい花上がりがいいですね。室内でもこんだけ咲いてくれると嬉しいです。これはルドビジアですね、この水草は。さあこんな感じで綺麗に咲いてくれてます。多分これすごいちっちゃい植木鉢みたいなのに植えてあるんですけど、こんな花上がりがいいですね。まあ肥料は定期的にあげてますね。普通の化成肥料と、たまにちょっとリンが多めの液肥をちょっと入れてるんで、それがいいのかもしれないですね。でこちらまた別の場所に置いてある、こっちは銅弁ですね。こちらもうほんとライトなしで自然の太陽光のみです。こっちもなんと3輪咲きしてます。これ多分動画撮ってる時2輪しか咲いてないと思ってて、実はよく見ると奥の方にももう1輪ちっちゃいの咲いてるんですね。この銅弁も確かこれも多分1株ですごいちっちゃい容器に植えてあるんですけど、あ、これもちなみに花粉はしてます。これホテアオイもやっぱ花粉してるのですごい元気ですね。ただこの水槽は本当ライトなしでこんだけ元気に咲いてくれてるんで、まあ、直射日光は多分半日ぐらい渡る場所なんで、もう太陽のおかげですね。でこっちにも同じような水槽があって、こっちはティナがちょっと倒れてますけど咲いてますね。こっちが多分45センチぐらいの水槽かな。あ、これちなみに前紹介した60センチ水槽の工程の子供がこんだけ大きくなりました。卵採卵して入れてあります。でもう一回こっち見たら、あれよく見たら後ろにもう一個あるんじゃないって、まだ気づいてないけど、そろそろ気づく、ああ気づきましたね。あ、もう一個あったって、あ、こっちも三輪咲きなんだと思ってちょっと感動してます。銅弁はこの薄い紫がまた綺麗ですよね。時期によってもうちょっとこの紫がちょっとだけ強くなったりして、グラデーションがすごく綺麗です。
でこれは先週も紹介したキングオブサイアムをメインで育ててるシソなんですけど、1週間放置しただけでこんな感じになっちゃいます。ほぼジャングル状態ですね。これ下でムカゴもできちゃってますね。これは多分ティナーのムカゴかな。ティナーも一緒に入れてあるんで、もうこの水槽はもうほぼジャングル状態ですね。葉っぱが水面を埋め尽くしてます。前回の動画と見比べてくれればわかると思うんですけど、もう成長がすごいですね。やっぱキングオブサイアムが結構大きくなりますね。で花がつぼみがあったんですけど、ちょっと咲いたか咲いてないかわかんなかったですね。平日は基本見れないんで、土日に咲いてくれればあれなんですけど、今週末このつぼみが咲いててくれればちょっと確認できるんですけど、キングオブサイアムの花が咲いてくれると嬉しいんですけど、ちょっとまだわかんないですね。でここからはもうあとはただ皇帝のお食事風景を見るだけなんですけど、この水槽も先ほどの45センチ水槽もほぼ水替えはしてないですね。足し水のみでやってます。でもまあメダカたちは全然元気ですね。こんぐらい餌バンバン食べてます。スイレンが多分相当窒素とかリンとかを吸収してくれてるんだと思います。あとやはりメダカもスイレンもそうなんですけど、やっぱ直射日光が結構大事かなと思いますね。やっぱライトを当ててるより全然スイレンの育ちもいいですし、メダカも全然落ちない気がしますね。やっぱ太陽の光はすごいなって感じですね。であと今後も熱帯スイレンの、ティナとドーベンなんですけど、ムカゴでどうすれば越冬できるかっていうのを何パターンかちょっと実験してるのがあるんで、それもまた今後動画にしてあげていく予定なんで、よかったらまた見てください。ではまた。